どうもこんにちは、元杉です。今回はおすすめのバングルをご紹介したいと思います。今回ご紹介するバングルはハービーメイスという、生細足のアーティストになるんですけれども、この方はもうかなり年いってるおっちゃんなんですけれども、イーグルフェザーといって鳥の、 あの羽ですね、それのモチーフの作品を得意としてます。で、指輪、リングですとか、あとは今回ご紹介しているようなバングルをよく作ってまして、で、僕これ5年以上前に買ったんですけれども、ちょっと明確にいつっていうのはあんまり覚えてないんですけれども、で、僕その時バングルってあんまりつけなかったんですよね、アクセサリーっていうのを。で、初めてバングルを買うのに何がいいかなっていうふうに、その当時調べてたところで、このハービー・メイスっていうアーティストを見つけて買ったんですけれども、結構僕身長180センチで割とこう背はあるんですけれども、手首がですね、かなり細くて、まあ、大体16センチぐらいなんですけれども、一番太いところで。で、あんまり腕が細いと、5つ目のバングルとかだと、バランスが悪いかなと思って、なるべくシンプルで、こう、細い感じの、バングルを探したんですよね。で、このハービーメイスっていうのを見つけて、で、今回つけてるサイズが6ミリ幅の一番細いタイプをつけてます。で、他にも9ミリ幅ですとか、もっと太い15ミリから16ミリぐらいのもっと太いあのタイプもあるんですけれども、僕はその初めて買うので、あとは自分の腕が細いっていうので一番細い6ミリのタイプを買いました。で、デザインはその僕のは本当に何にもついてない。ただこのフェザーのあの彫りが入ってるものになるんですけれども、ですね、ターコイズが入ってたりですとか、あとはゴールドのラインが入ってたりですとか、いろいろ種類があります。で、サイズもまあハンドメイドでバラバラなので、ネットで結構売られているので、検索してみて自分に合うサイズをいろいろ探していただきたいと思うんですけれども、で、値段がですね、これも初心者の方に、こういったバングル初心者の方にもおすすめの値段で、だいたい今税抜きで1万8000円ぐらいで購入できると思います。僕が買った当時はもう数千円安かったと思うんですけれども、やはりこういったアメリカメイドのものっていうのは年々高騰してるので、まあそれでも、他のアーティストとかに比べるとかなりあのお安い値段なので、手が出しやすいと思いますね。ただ、サイズがこう、太くなったりですとか、あとはゴールドラインが入ったりターコイズが入ったりすると値段がだいぶ変わってくるので、その辺はまあお好みでお財布とご相談して見ていただければと思います。このバングル5年以上使ってるっていう話なんですけれども、買った当時はですね、本当にピカピカだったんですよね。で、使い込んでいくと少しずつこうフェザーの彫りの部分が黒くなってって、だいぶこういい雰囲気になってくるんですよね。で、僕はあんまりピカピカにして使うのは好みじゃないので、ある程度こう黒ずみを残して今も使ってるんですけれども、あまりにも黒ずみが進行しすぎると今度は清潔感がなくなっちゃうんで、ある程度黒ずみが進行してきたら、僕の場合は消しゴムなどでこう適度に黒ずみを取って、で自分のこういい感じだと思う黒ずみを残してずっと使ってるんですけれども、もうケア方法はいろいろあると思うんですけれども、こう僕の場合は基本的には消しゴムでだいたい黒ずみを取って使用してますね。はい、ということで今回はハービーメイスのバングルをご紹介させていただきました。この動画が少しでも楽しめましたら、高評価とぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。